皆さんこんにちは、キリアです。シティーズスカイライン続きをプレイしていきたいと思います。さあ、こちらのキリアヒルズですけれども、こちらのこの桐葉原の駅から出ているこの中央線、前回こちらの中央線の電車の色を黄色くしたところ、コメントでですね、中央線はオレンジだというツッコミをたくさんいただきました。確かにそうですね。この黄色いのは総武線ですねまあ一応総武線は中央線とほぼ同じところを走る感じで、この山手線の真ん中を突っ切っていくのは変わらないので、まあこれはこれでこのまま黄色でやっていきましょう。さあ、これでこのキリアトレインの街、現在人口が87,837人に今なったところ、これで目標のメガロポリス人口9万人まであと少しですね。もう間もなく達成しようかというところ。現在このキリアヒルズのところ、この居住区やオフィス区画、あと商業施設もここら辺に作ったりするか、この辺に商業施設なんかも建てて、これで人口9万人になるのを待つことにしましょう。さあ、そしてこちらは前回作ったこのキリア空港、前週の乗客数400人、これも今ジェット機来たところですけど、もうこの飛行機が来るたびに乗客200人がやってくる感じなので、もうこの観光客がかなりやってくるんですよね。さあ、ここで降りてきました。飛行機から降りてきたこの観光客、さあこの飛行機を降りて、このキリアトレインの街それぞれの場所に観光客が向かっていきます。これでこちらのキリア空港駅が前週の乗客数197人、そしてキリア空港第2ビル駅が397人。やっぱりこれは第2ビル駅の方が利用者数は多いみたいですね。やっぱり第2ビル駅はこちらのこのキリアセントラル駅とつながっているので、もうここに来ればこの街のいろんなとこ行けますからね。そして前週の乗客数4912人、このキリアセントラル駅、もうこのキリアトレインの中心地と言ってもいいでしょう。ここを5000人近い人々が利用してくれています。さあ、そしてこちらもう一つの中心地、キリアヒルズですけれども、こちら販売する商品が足りません問題が発生しています。これは前にこの小規模事業支援と大規模事業優遇、これをやったのが影響してるのかな。これは商業施設の売り上げが倍増するということなので、これで売り上げがたくさんあるから商品が足りなくなっているのか。でさっき裏で、こちら産業区画計画、これは労働法の執行を緩め産業をより効率的に機能させますというのをやったんですけれども、これで産業施設で生産される商品が倍増、これをやればうまいこと相殺されるかなと思ったけど、そうでもないのかなそれとも時間が、生産されてここに運ばれてくるまでに時間がかかるのか、それともこれ3つともやっても意味がないからこれ全部消した方がいいのか分かんないですけど、まあこのまんま様子を見ていきましょう。もうこっちの産業施設の方、人手不足もなくなってかなりいい感じなんですよね。なのでこれはもうこのまま、もう特にいじらずに様子を見ていくことにしましょう。あとですね、こちら山手線のそれぞれの利用者数を知りたいというコメントをいただきましたけど、ちょっと待って、すんごい道がすんごい混んでるぞちょっと待って、一応ちょっとここら辺カーブを直角からこう緩やかな感じにして曲がりやすくしたりとかやってるんですけど、ちょっと待って、ここら辺信号つけるか、いやでも信号つけると、あーでもどうなんだ、こっちの方まで行けば空いてるんですよね。ここら辺がちょっと混むのか、まあいっか、これはもうすぐメガロポリスになって、こちらキリア市長はもうこの町から次の市へ赴任するところですから、残った問題は次の市長に任せることにしましょうか。バス停のバスが混みすぎ問題とかもありますけれども、こちらのキリアヒルズ見附駅、ここがもう1000人超えてますね。前週の乗客数1099人、そしてこの環状線次の駅はこちらキリアヒルズ住宅街駅、こちらは前週371人、ちょっと少なめですね。そしてキリアヒルズオフィス街駅が605人、キリアノババ駅は567人、ここは居住区があるところ、そして霧袋駅、ここら辺は商業施設がたくさんあるところですね、ここが607人、そしてこちらキリア橋、ここが601人、こちらも居住区が並んでいるところですね。こんな感じで一番最初に作ったこちらのキリアヒルズ住宅街駅、ここがちょっと少なめなのか、
の後からできたところの方が、街がかなり発展していってる感じですね。そしてこの中央線というか総武線総武中央線が走るこちらの霧馬原が296人、霧谷中央駅が417人、そして霧谷の馬場中央駅が173人となっています。さあこうしてみると本当に霧谷トレインの街、この鉄道中心で作っていった街が、お、これで人口9万人超えた、おお、来ましたね。さあこれでメガロポリス人口9万人に到達する、達成しました。こちら霧谷トレインの街、こちらのミッション成功条件、線路を210個建設する、そして鉄道で20万人の乗客を輸送、こちらをクリアして、そしてさらにマイルストーンでメガロポリス人口9万人到達いたしました。さあこれでマイヤーの努力が実を結び、市議会は都市拡張計画書を承認しました。よし、さあこちら霧谷トレインの街、この鉄道を中心に作ってきた街が、ついにメガロポリス達成しました。もう最初はこの辺だけだったんですよね。最初にもうここの霧谷スターの街を作って、そして上のところにこの霧谷ヒルズをちょっとだけ作ってある状態からこちらのシリーズ始まりまして、そして最初はもうここがものすごい渋滞してたんですよね。で、最初にもうこの渋滞を緩和するところから始まって、そこからだんだん南の方に街を広げていって、そしてこちらの霧谷セントラルの街、この霧谷セントラル駅が中心になって、そしてここはもうここですね。最初はもうここのジャンクションがもう完全にごちゃごちゃした感じのメデューサジャンクションだったところですが、こちらコメントのアドバイスをたくさんいただきまして、このラウンドアバウト型のジャンクションにしました。そしてかなりうまい具合にもうスムーズに回っていたんですけど、ここ前に作ったこの向こうの方から地下でつながってくるここの道を作ったことで結構詰まってきちゃってますね。ただまあここら辺も次の市長に任せることにしましょうか。そしてここのこの霧谷セントラルの駅からこちらの産業特区、この霧谷林業地区と霧谷第一石油地区、そして海浜石油地区、もうこの辺りが人手不足で大変だったところですが、なんとかうまい具合に人手不足解消してしっかりと工場が稼働するようになりました。そしてこちらの霧谷ヒルズの方をこちらにこの手作りのターミナル駅を作りまして、ここがもう本当に自分的にはかなり気に入ってるところですね。今ここ、この渋滞も発生してしまっていますが、そしてここから川を渡って霧谷農耕地区、こちらの農業特区と、そしてこちらの工業特区を作りました。うわっ、マジか。ここの貨物駅、貨物駅の渋滞がひどいけど、まあこれも次の市長に任せることにしましょう。さあそしてこちら同じく川の向こう側に作られたのが、このフェリーで移動して、そして飛行船に乗って町の方まで行くというこちらのスカイキリアの町、ここはかなりいい感じですよね。もう町がすごく綺麗ですし、あ結構人が乗れない客が多いですね。まあそんな飛行船のある町をスカイキリアと、そしてこちらキリアインフィニティの町2つ作りました。さあこんな感じでこちらキリアトレイン人口9万人到達して、そしてこの販売する商品が足りない問題がだいぶ拡大してきてますね。うわ、なんだこれ、なんだこれ待て、川の水がなんかおかしなことになってるぞ。川これあれ大丈夫かこれ。川の水が荒ぶっている。あっと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 、大丈夫か大丈夫か。こちら水力発電所発電量ゼロ、出力0メガワット。なぜこうなった。そしてこちらのフェリーバス中継所がちょっと今水水没していましたけど、大丈夫かなこれ。
そしてゴミが溜まってる問題とかもありますけども、なんかさっきより渋滞がひどくなってる気がする。ここに信号をつけたせいか、ちょっといろいろと問題が発生していますが、こういったところは次の市長に任せていくことにしましょう。ちょっと今夕焼けの風景を見ようかと思っていたんですが、ちょっと待て、なぜこうなった、何も、川何もいじってないですけどね。ここ下水処理の水の量が増えたりとかそんな感じなのか、それで水かさが増えた。まあこれでですね、今回はこちらでこのキリアトレインの町終了ということになりますが、次新しく赴任する町はですね、今こちらフェリー乗り場が大変なことになっていますけれども、次はこのフェリーで乗客を運ぶというミッションをやっていこうかと思います。あ、これすごい綺麗ですね。このフェリー乗り場の看板がすごい光って、そしてここのライトに照らされてこのフェリーも輝いて見える。おお、これいいですね。今まで実況中ではこの動画の見やすさを重視して夜にならない設定でやってきたんですけれども、こちらがキリアトレインの夜の街、その風景となっています。こちらキリアヒルズから、そしてキリアスター、そしてこちらがキリアセントラル。さあ、このキリアセントラル駅、夜でもたくさん人が来てますね。そしてこの鉄道もたくさん乗り入れて、たくさんの人が鉄道を利用してくれています。そしてこちらがキリアヒルズのターミナル駅。ここは夜になると結構人通りが少なくなるのかな。普段はもうこの歩道橋を埋め尽くす感じで人が溢れてますもんね。さあ、ということでこちらキリアトレインの街、こちらミッションの達成、そして人口9万人でメガロポリス両方達成いたしましたので、この街でのキリア市長の仕事はここで終了といたします。皆さん本当にどうもありがとうございました。もうたくさんのコメントと、そしてたくさんアドバイスもいただきまして、もう本当にありがとうございます。さあ、それではここで個人的に一番気に入っているキリアヒルズのこのターミナル駅、ここを見ながらお別れすることにしましょうか。それでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。もしこのシリーズが少しでもいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録等よろしくお願いいたします。ではまた次の街でお会いしましょう。それでは。